花をモチーフにした飾り切り本校では、食材の切り方一覧として、主に野菜を調理するときの様々な切り方について、紹介する。魚介類については、刺身や三枚おろし、作取り等を参照。食材を切ることには次のような機能がある。食材の不可食部分を取り除く。食材の形状や大きさを整える。にをすることで食材の表面積を大きくして、 加熱調理での熱伝導あるいは調味料の浸透を良くする。盛り付けなどでの仕上がりを美しくする。食材を細かくすることで消化吸収を良くする。中華料理の切り方一覧及びフランス料理の切り方一覧も山椒千切り線のように細長く切る。千切りを山椒張り切り千切りよりさらに細長く切る。みじん切り1から2ミリメートル角程度の大きさに。 細かく切り刻む。千切りをさらに切ることによって作ることが多い。薬味などを作るときに用いられる。みじん切りを参照刻んだ具が、まな板の外に飛んでしまわないように注意する必要がある。粗切り数ミリメートルから1から2センチメートル角程度の大きさに切り刻む。魚の煮物に使う生姜などによく用いられる。ぶつ切り数センチ単位の大きな塊や棒状に切り分ける。 煮物、焼き物や煮込み料理の素材によく使われる。乱切り切断面をあえて平行や直角にしないように切る。細い棒状の食材の場合、材料を回しながら様々な角度から斜めに包丁を入れてゆくと乱切りになる。ごぼう、人参、大根などを煮物にする際に用いられる。表面積が大きいので、熱が通りやすく、味が染みやすい。 笹垣ごぼうなどの細長い野菜を、まるで鉛筆を削るときのようにそぎ切りにする。切れた形状が笹の葉のような形状であることから、笹垣と呼ばれる。ごぼうの笹垣を作るときには水を張ったボールの上で行うと、切りながらアク抜きができて便利である。輪切り切り口が丸い形になるように、端から一定の厚みを揃えて切る。筒切り魚の頭を切り落とし内臓を抜いた後、 見事輪切りする。小口切り小さめの食材を薄く輪切りにしたものを小口切りと呼ぶ。包丁の使い方が上手な人が小口切りをするとトントントンと正気味の良い音がする。材料を抑える指を軽く曲げ、指先を切らないようにするのがポイント。特に親指を内側に入れておかないと危険である。主に木などを切るときに使う。 斜め切り細長い棒状の野菜を斜めに薄く切り、切断面が楕円になるようにする。輪切りよりも切断面が大きくなるので、きゅうりのサラダなどの際には、みずみずしさを強調できる。そぎ切り白菜の軸の部分などの厚みのある食材を包丁を寝かせて、薄くそぎ取るように切る。特に白菜を調理する場合、軸の部分をそぎ切りにしておくことにより、葉の部分との火の通り方や、 食感の差を少なくすることができる。また、セニを長めに使うので長く煮た時に溶けにくい。半月切り輪切りを半分に切った形に切る。その名の通り半月型にする。大抵の場合、輪切りにしてから半分に切るよりも、棒状の食材を半分に切ってから輪切り状に切っていく方が楽に切れる。銀眼切り半月切りをさらに半分にした形に切る。 形状が銀杏の葉に似ていることからこう呼ばれる。花輪などを切るときに使う。標識切り、標識切り長さ 5cm 程度、太さ1から 2cm 角程度の四角い棒状に切る。標識に形状が似ていることからこう呼ばれる。儀の音が重なるのが発音しづらいためか、標識切りという人もいる。短冊切り長さ 5cm 程度、幅1から 2cm 程度。 厚さ2から5ミリメートル程度の板状に切る。その名の通り短冊の形にする。サイノメギリ長さ1から2センチメートル程度の脳型体の形に切る。サイノメとはサイコロのことで、その名の通りサイコロの形に切る。欧米においても同様の切り方をサイコロと呼ぶ。サイノメギリを参照穴あられ切り基本的にはサイノメギリであるが、 大きさが2から5ミリメートル程度に細かく切り刻む。あられ切りを参照隠し包丁大根などを煮物にする時に切断面に十字の浅い切り込みを入れることがある。これを隠し包丁と呼ぶ。隠しなので、裏面だけに包丁を入れる。包丁を入れることによって内側に味が染みやすくなるので、外側に余計な熱を加えすぎて煮崩れすることを防ぐことができる。 忍び包丁と呼ぶこともある。飾り包丁魚や椎茸の調理の際、包丁で表面に斜めもしくは十字に切り込みを入れること。こちらは隠し包丁とは異なり、切り込みを入れるのは表面である。かつらむき人参などを5から10センチメートルほどの円筒型に切り、巻き紙をほどくように、長軸に沿って薄くつなげて剥いていく。紙状に剥かれたものをさらに細く千切りにして、 刺身の妻に用いたりする。包丁の技術を身につける上で格好の課題となる。語源としては、脳の装束の一つ、カズラ体からついたという説、平安時代から室町時代の行商人、カズラメの用いた、細長い白布で頭を包んだ衣装に由来したという説、木質が柔らかく彫刻などに用いられる、カツラの木に由来したという説など、諸説がある。 飾り切り野菜を物の形に切ったり、形を整える。他の切り方に比べ、料理の美しさを重視したものが主である。麺取り大根などを煮物にするときには、厚めの輪切りにした後に、切り口の角張った部分を少し削り落とすと、よく煮込んでも型が崩れにくく見た目も美しくなる。この作業を麺取りと呼ぶ。人参をグラッセにするときも、麺取りをしておくと綺麗に仕上がる。 切り違いきゅうりに包丁を一度中心部に入れた後、互い違いに包丁を入れて切る。色のコントラストがあらわになり、見栄えが良くなる。たずな切りたずな切りにした、こんにゃくこんにゃくを5センチメートル程度の長さの短冊切りにした後、中央に1本の切れ目を入れる。切れ目は上下に1センチメートル程度のつながった部分を残すこと。この切れ目の中に一方の端をくぐらせて、 ねじれた形状を作る。煮込み料理にするときなどに用いられ、形状が美しく、表面積が大きいため火と味が染みやすくなる。また、箸で掴みやすくなるので食べやすい。花型切り人参などを輪切りにし、梅や桜などの花の形をした型抜きで抜く。または、包丁で花の形に切り込む。色の鮮やかな食材を花型切りにすると、料理の見た目が大変華やかになり、 高級感が出る。きっかぎり大根や株に縦横の切り込みを入れ、菊の花のように形作る。茶線切りナスの表面に縦に何本か切り込みを入れ、茶線の形に似せる。金子切りナスなどの表面に5ミリメートル程度の間隔で斜め45度の格子状の切り込みを入れ、金子模様にする。松笠切りかの表面に包丁を寝かせて、斜め45度の格子状の切り込みを入れる。 加熱すると切り口が開いて、松笠様になる。他にも、串型切り、色紙、六方向き、洗面切りなど、様々な名称がついた切り方がある。切断した野菜などが、まな板からはみ出る場合、新聞紙などを、まな板の下に敷くことで、その処理が容易になる。社団法人全国調理師養成施設協会、調理用語辞典会定番1999年。 319ページ、ありがとうございます。